どうも。はい、どうも。はい、僕たちは今宇都宮のですね、ドンキホーテに来てます。はい、来てますね。もうクリスマス一色だね。ですね、12月入ってそうなりますね。ね、はい、なぜドンキに来てるかっていうとですね、はい、なんとドンキホーテで、はい、宇都宮にある餃子、34店舗が食べることができるんです。できるんです、はい、そうなんですね。だからドンキに来たんです。そうなんです、うん、ここに来ればね、もうほぼ全部見えると、うん、食べれるということです、はいはい、なので今日はその34店舗、はい、全部行って、うん、全部食べて僕たちがランキング付けしたいと思います。したいと思います、はい、ね、もうぜひ皆さんにこれ見てもらってね、うん、この餃子食べればいいんだなっていうことがね、はい、分かったらね。僕たちがランキングしたのがこれ民衆の声イコールなんで、はい、もう決定版です。決定版ですね、はいはい、保存してくださいね、皆さん、はいはいはい、そう思ってて OK です、はいはい、OK です。これね、ちなみにね、うん、はい、こちらのお店ですね、はい、キラッセ、キラッセ、はい、ですね、はいはい、じゃあ今から行きたいと思います。行きます。でもね、餃子にも食うに向かってんだけど、もうすごいこういう感じなんだね。どう気持ちいいか、はいはいはい、あ、言いました言いました。そうですそうです、はい、これね、キラッセ、はい、こちら大学って休みってことですか。あ、そうだね、お休みだね。4つだけだね。はい、そうです、運がなかったです。運がなかった、申し訳ないです。しょうがない、はい、しょうがないです、うん、じゃあこの4店舗まず行きましょうかね。はい、行ってみましょう。はい、どうも。はい、入ってきました、はい、はい、今お店に入ったんですけど、取り替えに、これね、あのご丁寧にね、ちょっと書いてあるんですね、ご注文方法です、うん、はい、これなんかね、あのいろいろカウンターでね、うん、店舗を分けられてるんですけど、うん、はい、そこにあの行くんですね、僕らが。で、行って、これくださいって言って、テーブルの番号をお伝えすると持ってくれるっていう、うん、そういう仕組みになってるらしいですね。はい、はい、ね、これを、さつきさんでしょ、うん、コーラーさん、リュウモン、ミン、はい、ミンちゃん、ミンちゃんね、はい、今代表的なね、なのを聞いて、注文してきたので、うん、来たら食べたいと思います。はい、そうしましょう、はい、常備店4店舗の餃子が出揃いました。出揃いました。うん。じゃあこれから食べてって、うん、まあ、まだ最後まで点数は個人が、メモしてて、最後に、はい、ランキングを言うという感じでいいですかね。いいですよ。なんか、うん、点数をつける項目的なやつある。項目？うん、いや、美しさ。店員さんの可愛さ。いや、それはなしでしょ。それはいいじゃないですか。美味しさでいいんじゃないですか。まあ、見た目も含めていいと思いますけど、はいはい、美味しさがどうだったかっていうので。あ、そうだね。じゃあもう個人の、うん、まあ、いい点で。はい。感覚で。100点満点でつけていきましょうかね。100点。はい。OK。わかりました。うん。はい、じゃあ行きますか。順に。食べていきましょう。最初にじゃあ出てきてくれたコーランさんの餃子。はい、コーランさん。わかるかな？ちょっと光がすげえ飛んじゃってるけど。はい、コーランさんです、はい。いただきます。あ、うまい。なるほどね。うめえ。僕は、あの、僕たちが初日に食べた餃子、どうでしたっけ、うん、なんだっけあれ、めっちゃうまかったところ、そこを80点で基準で考えてます。なるほど、うん、あ、うまいよ。うまいっすね、うん、いいっすか、普通にうまい、うん、次次じゃあ、リュウモンさんいきましょう。リュウモンさん、わかんねえなぁ光的にちょっと難しいけど、リュウモンさん、こんな感じね、こんな感じ、なんか重なってますね。皮餃子っていうのかな、羽餃子か、羽餃子っていうのかな、ちょっと固まってますね。うん、羽、そうか、これ羽付き餃子みたいな感じです。へえ、って見ればわかる。え、大して変わんないね。えなんかこれ羽付きみたいな感じで、まあ、多少ついてきて行きましょう。あ、なんかすげえポリポリしてる。うん、美味しそう。いっちゃうね。あ、うん、うまい、うまい、うまい、
これ何の味だろう。パリパリしてて美味しい。うん、これギャップがあっていいね。なんかパリパリするところとさ、柔らかいところが同時に来るから、うん、食感が面白い。食感面白いし、なんだろう、これ ネギニンニクなんか多いかも、うん、香りが全然違う。そうですね、うん、どんどんいきましょう。さつきさん、さつきさんね、これはどう？こちらです。見えるかね、うん、飛び方が皮は厚めだと思います。いただきます。あ、シンプル。あー、好きやわー好きやわー。じゃあシンプル。これも結構ニンニク効いてない、うん、あのホワイト餃子って食べたことありますかね、うん、あのどこのやつだっけ忘れましたけど、ホワイト餃子に近い味がします。僕の感想ですけど、ああなんかさ、結構家庭的な味に近い感じですね、うん、確かに確かに、そうですね、うんうん、よく、世の中の人がよく食べてるだろうなと思われるブレンドされてる感じがする、うんうんうん、すごい食べやすい、うん、そして最後ミンミン、宇都宮ミンミン、これ結構多分有名店じゃないですか。僕でも聞いたことある。マジで宇都宮ミンミン、うん、なんかもう形がちょっと違うね。身がたっぷり入ってる感あるね、うん、ね、なるほど、なるほど、うん、あーうめー、全部うめー効果むず。うん、はい、食べやすい。これ、あんななんか、合ってるのかわかんないけど、うん、あの皮がすごく、あのもちもちじゃなくて、うん、もうサクサクいけちゃう柔らかさなんですよね。歯切れがいいって言わないと、そこがすごくいいな、食べやすい。なんか多分死ぬほど食えるよこれ、うん、もういけるやつ。白いご飯と一緒に食べたい、食いたいね、はい、というわけで4種類、はい、これから残ったのを全部食べてからね、はい、違う店舗の行きましょう、行きましょう、はい、はい、除雪店で4つ食いました。次ね、あいつはもうそそくさとも行ってしまったけど、お、タピオカ専門店あるやん。お、タピオカ後で頼もう大好き。はい、こちらです。膝、日替わりですよ、日替わり。これ書いてない、なんかメニュー書いてない。あ、まあ、はい、移動してきましたね。日替わり感のコース、日替わり感ですね、はい、この感じメニュー、これすごいね、こっちの種類あるよね、うん、うん、まあ A 盛りと B 盛りを頼めば結構全部いけちゃうっていうのを判明しちゃったんですけど、うん、これな、まあそう、量的にね、うん、面白くないんで、うん、こっからここまで、はい、で宇都宮ミンミンだけはさっき食べてたので、うん、それ以外、うん、ここでは11店舗を試食しておきます。はい、食っていこう、うん、計15店舗ですね全部でね、はい、はい、これ味わかっかな、15個も食って、いけるか、うん、OK、 楽しみながらやりましょう、はいはいはい、おい、適当じゃないですよ、ダーン、この餃子店の名誉がかかってますから、僕たちの一言にしっかり反応してってくださいね。あ、わかりました、はい、影響力でかいですもんね、影響力違いますね、そうですもんね、はい、わ、はい、かりました、はい、頑張ります、はい、お願いします全部で揃いました、はい、これ一つ見せるのは大変なので、ちょっと全体の写真撮ったのがさっきあるので、うん、まあここら辺に出してみましょうか、そうしましょう、はい、うん、石原さんの顔隠せる、なんでだよ出せ、ここ必要ないんだようるせえな早く、はい、早く食うぞおお、今ここテーブルの上に状況としては 11皿、うん、餃子が並んでます。すごい壮観だよね、うん、はい、食べていきますか、どうか、どれからいく、さ、先に出なきゃいけないですか。あ、そうですね、あの焼き加減とかでね、うん、ちょっと順位が変わっちゃうと申し訳ないので、ね、どうかな、これからですね、餃子会館さん、こちら
また光が。いい光ですね。あ、いいですね。餃子会館、ね。餃子会館さん。いただきます。なるほど。なるほど。ちなみにご飯も注文しました。これ、発見した僕は。汁が。うん、なるほど。はいはいはい。肉も無駄です、これ。うん。そうですね。うん。具がでかいな。そんな感じがする。はい。はい、コメントは差し替えます、ここは。あ、そう。次行きましょう。はい。はいはい。うのき。多分うのきって読むと思うんですけど、うのきでございます。はい。これも皮付き餃子なんですね。あ、そうね。羽根付きか。羽根付き餃子。うん。皮付きって。みんな皮付いてる。いただきます。美味しい。なるほどね。これなんて言うんだろうね。うん、うまい。うん。皮が厚いね、これね。そうですね。うん、食べ応えある。です。これ強楽のバカ野郎やっぱりやったか、ね、これはい、これは強楽のプレミア来たのでちょっと点差がありますすげえズリーなと思っちゃう。あ、シンプルだ。シンプル、うん、ノーマル、王道、うん、ザ王道感じ。うんうんうん、なんかちょっと酸味が効いてるね。何の酸味なんだろう。宇都宮餃子、宇都宮餃子会館、うん、宇都宮餃子館ですね。餃子館、餃子館、餃子館。これもなんか街で見かけたな、宇都宮餃子館。マジで、うん、なるほどね。うんうん、これも王道だな。うん、野菜料理ですね。うん、ポイントはニラが入ってるのかな、これ。うん、ニラだな。うん、好み、好み、英語で、英語で好みさんです。はい。あ、うん、聞いててうめえ。うんうん、お、うまい。パンチあるね、随分。うんうん、すげえ特徴ある味ですね。うん、すごい、なんか生ニンニク食ってるみたいな。うんうん、かけらがでかい。ニンニク効いてる。いや、さ、青源だっけ、青源だっけ。あ、青源か、青源さん。どっちか、どっちかです、うん、はい。これね、あのソースがついてきたところです。青源さん特製のタレを食べてくださいって言って、そう、出てきました。うん、これもやるんですね。なんか味噌ベースらしいです。うん、でーす。うん、美味しい。特製だりいいね、これ。うまいね、これ、うん、この餃子も後では味噌だれで僕食べようかな。うん、一旦はね、今回いろいろ試したいと思う。青源さんだけに、だけの食べていきますけど、はいはい、この餃子も後でちょっとこれで食べちゃって。そうしましょう。次行こうね、うん、これはもうすでに2色、もう色が違うね。麺麺市場、麺麺市場、緑だぜ。何が入ってるんだぜ、これ。ニラでしょ。緑？うん。ニラっぽい感じはしないけどな。違うか。なんだろう。食べ終わり時ぐらいにさ、うん、苦味がやってくるじゃん。はいはいはい。これがそうなんだろうね。そうですね。正体は分かんないけど。味一番。味一番。味一番ね。漫画のタイトルがありそうね。ありそう。中華一番か。そう、中華一番。あ、俺これ好きかも。ニンニク少なめなところがいい。うん、うん、そうなんですね。食べやすくていい。僕はニンニク多い方が好きなんで、ね、あ、なるほど、分かれますね。そこは、うん、いいかな。メンメンさん、うん、見た目はなんかノーマルだ、ね、あれもう次2つが表にならんか次を考えない。見えちゃったなるほどね。うまいんだ。うん、
お酒っぽい味ですけど、なんか麹を使ってんのかな。夢屋です。はい、どうぞ。でかいよ、超でかい。一皿に3つしかないよね。食べ応えあるな。うん、あ、すげえシャキシャキと美味しい。うんうん、シャキシャキ量が多い、うん。キャベツ、白菜、ニラか。それがシャキシャキ感出してるのか。白菜、うん、これ大きさわかんないかもしれないけど、超でかい。うん、これ。でかいな。どうよ、でかい。うん、取れないよ。取れないよ。取れたよ。お、わかるかな。すげえ。大口なんですけど、3口で食べ終えました、ね、あれ？わかる？このデカさなんか台湾の屋台で食べてる味って感じですわあんま伝わんねえな、そこに。そう、まあ、でも、あれだね、うん、言わんとしようとしようとはわかるよ。わかります、食べたらわかりますかね。わかるわかる、うん、あの、香草の独特の香りね、スパイスの、うんうんうん、パクチー、じゃないか、うん、なんだろうね。7種類のスパイスが入ってるんですね。はい、まあ、いい意味でね、餃子っぽくないみたいな、うん、そう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 、うん、僕はもうランキング出ました。出た、うん、うん、そうだ。じゃあ一旦ちょっと休憩してから、ちゃんと飲み込んで話して出してるし、出ちゃったじゃん。はい、どうも、はい、どうも。今15店舗の餃子を食べ終えました。終えました。間違いなく人生で一番餃子を食べた日です、今日は間違いねえなこんな食うことないよ、はい、本当にしばらく餃子はいいっていう感じなんですけどそうね、はい、早速じゃあ皆さん気になる結果発表、お互い、はい、まだお互いの知りません、何を選んだか、はい、ベスト3を発表したいと思います。はい、発表しましょう。3位かな。はい、3位からいこう。まあちょっと言わせてくださいよ。はい、まあ、僕はちょっと正直食べてきてもう同じような味の餃子が多いと僕は思いました、うんうん、だからもういかに他と違う、うん、なんか差別化して、うん、で結構それがやっぱり印象残るんで、はい、うん、それが重要になってくるなと思います。はい、はい、それだけで大丈夫です。あ、そうですか。いいですか。はい、いいですよ。第3位。3位。はい。どうぞ。じゃあ僕からいく。はい。3位は、うん、このみさんです。あ、このみさん。このみさん。あれ、いた？もしかして。あ、いや、このみさんが3位です。あ、僕、4位でした。あ、4位。さ、4位です。あ、あ、じゃあ近いところに来たんだね。うんうん。このみさんは、うん、あの、あれですよね。これ野菜がたくさん入ってるんです。うんうんうん。その中でもこうニラがなんか結構強めに残ってくるから、うん、香りが楽しめるなっていうところで僕は3位にしました。素晴らしい、はい、まあ、結構特徴出てますよね。出てるね、さん、うん、わかります。なんかちゃんとおすすめできる餃子だなっていう感じがする、うんうんうん、はい、僕は、うん、リュウモンさん、どう1店舗目に食べたところですね。はいはい、はい、あの羽根付き餃子がやっぱり、ね、結構特徴的で、うん、まあ、そこで差別化できてるなっていうのと、まあ、味も美味しかった、うん、羽根付き餃子今日食べた中で一番、うん、はい、っていうことで選びました。一番、あ、羽根付き餃子の中では、あ、今日食べた羽根付き餃子の中では、はい、はい、素晴らしい、3位です。はい、はい、次第2位僕ですね。うん、第2位は、はい、ミンミンさん。おー、ミンミンさん、ミンミンさん、どんな味でしたっけ、ミンミンさん。ベイミーさんもやっぱり野菜多めなんですよ、うんうんうん、野菜結構たっぷり入ってるんだよね、うんうんうん、でね、あの僕ニンニクとかこうたっぷり入ってるのってそんなに得意じゃないから、はい、うん、僕の口にはすごい合うなと、うん、で野菜好きの人は食べてみてもらいたい。なるほど、うん、すごい食べやすい、そんな餃子でした。はい、うん、これうまかった。僕は夢屋さん。夢屋さん、うん、あ、でっかいですか。そうでっかいやつね、はいはい、でっかいやつの2つあったんですけど、まあシャキシャキしてるやつね、はいはいはい、キャベツや白菜、ニラなどが入ってて、はいはいはい、ね、でも食べ応えがあったんでね、うん、はい、飲みながら点数高かったです。はい、はい、いや、ハイアロ1位ですね。1位、
流行る1位、うん、僕の流行る1位は、はい、コーランさんです。コーランさん、あの、常設店の方ですね。あー、あっちの、僕的には肉汁がすごいさ、うん、入っててさ、うん、もう噛んだらこう、うん、チュッて、はい、あの、肉汁が出るぐらいだったから、うん、こういうの好きだな。なるほど。まあ、小籠包とまでいかないかもしれないけど、はい、餃子であれだけの肉汁楽しめるっていうのはすごく、ね、うん、点数高かったです。なるほど。これはもうこの餃子キラッセの中で一番うまいな、はい、そんな風に感じました。なるほど、はい、ぜひ食べてください。僕の第1位はサイカさん。サイカさん、サイカさん、サイカさん、でっかいです。はい、はい、スパイスが効いててね、美味しかった。まあ僕はね、でもでかければもういきなり点数がプラス40点上がるんで、はい、基準高い、食べ応えがあれば、はい、なので1位と2位はだからもう でかいもの同士だったんですけど、うん、気にしなかったです。どっちが1位ともおかしくなかったです。ああ、うん、でもね、サイカさんの方がでかかったよね。でかかったので、はい、その部分を見たと、はいはいはい、いい感じです。はい、というわけで、ただちょっといいですか、僕は、まあ、正直言いますと、僕たちがツッコミ入ってしょっぱらに来た行天堂さんを80点に基準に考えたんですよね、はいはい、80点こそのなかったです。ここに来てクラス生に来て言っちゃう、はい、だからしょっぱらに来た行天堂さんが一番正直美味しかったんで、僕はすば抜けてます。うん、うん、まあ、うん、僕も同じ感想ですね。同じだったんかい。行天堂、ね、大きい声で言ってもあれだけどさ、うん、行天堂さんはね、やっぱね、違う。頭一つ二つ違う。違う、うん。うん。なんかシンプルなのになんか甘くて、なんか、うん、味が出てるんですよね。そう、はい。あれはね、何回でも食えるんだよ。なんか、うん、そこはまた行きたいなと思いますからね。ね、さすが食べログ1位。というわけで、という意味です。キラッセ、食べ比べでした。はい。ね、バイバイ。チャンネル登録してね。